電気でいこう。藤ペラでございます。はい、もうじございます。お願いします。お願いします。はい、というわけで今回はですね、シングルスの大会ですね。はい、これは愛媛県予選でしたかね。愛媛県予選ですね。そうですね、愛媛県予選ですね。はい、で8月の、27かな。そうですね、僕の誕生日の試合ですね。そうですね、バースデー試合ということでちょっと大会に出させてもらったんですけど、はいはい、その1回戦の様子ですね。そうですね、はい、どうでした？藤部さんも見てましたけど。見て、まあそうですね、見てる限りは、はい、まあ最初の出だしはね、はい、まあ、僕も多分こういう風になるんで、はいはいはい、まあまあしゃあないかなと思って見てて、はい、まあ、そっからまあ2ゲーム3ゲーム目になったら緊張もほぐれて、フォアハンドとかしっかり自分で触れ出すかなっていう感じで見てたんですけど、はいはい、まあなんか個人的に思うのはちょっとスライスの多用がちょっと目に見えたのと、その、はい、バックですかね。別にスライス使うことは悪くないんですけど、はいはい、あのいらんとこでスライスを使うみたいに言ったら勝負どころ、はい、相手が前に詰めてきてプレッシャーかけてきた、はい、そこでのその駆け引きのところで、はい、スライスでなんか逃げていくのはあんまりよろしくないんじゃないかなっていうのは、はい、まああったのと、はい、まあでもいつも通りのフォアは振ってる時もあるんですけど、はい、まあいつも通りやっぱコースが読まれやすいということで、そうですね、あのまあ足使う相手には結構ね厳しい戦いを強いられるので、はい、もっとね、あの練習ぐらいフォアハンドが触れたら前線できたかなという感じでしたね。そうですね、はい、でまあ最近ね、まあこの試合まではですね、うん、結構その、まあ、フォアハンドっていうところで、うん、ちょっとまあ欠点というか、まあ今までのフォアハンド変えた部分がありましてですね、はいはい、まあ、今はですね、今テイクバックがすごいラケットを立ててこうテイクバックを昔はしてたんですけど、はい、今寝かしてやってるんですよね。寝かしてやってる、はい、だからこうテイクバックの時にフォアがこう立っちゃってるんですよ、ラケットヘッドが、うん、それをしっかり寝かしてですね、うん、まあ何かというとあの西岡良治プロがいるじゃないですか、はいはい、あのフォアハンドですね、あのフォアハンド今立ってますよね、はい、あれで結構そのなんていうんですか、威力が死んじゃうんですよね、意外とそのまま触れないというか、はい、で西岡良治みたいな感じで、まあ多分今画像出てると思うんですけど、うん、あのラケットヘッド寝かしてやったらですね、かなりやっぱ引っ張り方向にボールがしっかりいくようになったんで、はい、今全然逆クロスは僕いけるんですけど、うん、引っ張りがねちょっとなかなかうまくいかないんで、センターベルトあたり通っちゃうんでクロス打ってもですね、あ、いやあんま触れないんですよ、あっち方向に。なるほど、あっち方向に触れたらですね、まあまああのいいかなっていう感じで今やってますね、はい、まあ、逆クロスには今大会も触れてるは触れてるんですけど、やっぱ正クロスの部分がね、うん、ネットかかっちゃったりとか、まあ、オーバーなっちゃったりとか、うん、収まらないっていうところであんまり触れきれなかったっていうのがね、はい、範囲ですね。なるほどね、はい、テイクそれで、まあ、テイクバックちょっと今見直してるって感じですか。そうですね、まあ、見直してるというかもうかなり改善されてきましたね。あ、されてきました。はい、あ、いいですね。ちょっと最近は逆に正クロスが楽しいぐらいになってきてますね。なんか今やるよってなんかいい感じに触れてるもの楽しいですからね。そうですね、どんどん今のうちに練習した方がね。そう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 、やっぱりまあ逆クロスはまあ今まで通りでまあ大体触れるんで、はいはい、一回放置してますね今。あのオートテニスでも大体もうやってるのがずっと正クロスに打つっていう練習しかして、フォアしかして、バックもマジでいじってないですね、ボレーも何にも。あ、うん、はい、もうフォアの引っ張りだけずっと打ってますね。僕は両方いじってますね、はいはいはい、いじってるっていうかまあちょっと悪いところをちょっと改善してるだけなんですけど、はいはいはい、まあそれは何、僕の動画で喋っていこうかなと思うんですけど。なるほど。まあ今回ね、はい、モンジさんの動画ですので、はい、モンジさんがどう変えたかとか、この試合どう感じてどういうふうなことをしなくちゃならないと思ったかとかをね、もっともっと喋っていけたと思う。まあまあ相手から話いきましょうか、対戦相手。はい、対戦相手ね、やっぱねこの、まあ、セット1ゲームしか僕取れなかったんですけど、うん、マジで1ゲームが遠かったっすね。遠いですね、マジで遠いっすね。遠いっす。まあなんていうんですか、ね、まあ、レシーブの安定感というか、はい、まず最初にね、まあ、僕もよくやるんですけど、絶対センターにあの、はいはいはい、短くでも深くでもいいんで、はい、で最初は返すんですよ、はいはい、で相手が打ってきだしたら、はい、そのレシーブを厳しくしていくんですけど、はい、打ってこなかったらもう普通に安定的に入れた方が有利じゃないですか。そうですね、打ってこないから、はいはい、っていう風な使い分けをしてますね。なるほど。そしたらレシーブでの点数が取れるので、はいはいはい、そこで見極めながら、はいはい、僕はあ、この人は打ってこんから、じゃあ普通にリスクを負わずに一回やっといて、はい、
てストローク戦持ち込もうとか。なるほど。そうそう、やっぱセンターにそう、いや見るんですけど、まあ、最後はあのやっぱ相手がね、まあ、ポイントリーダーになってきてたんでリスクを負ってきて振られちゃいましたけど、はい、まあ、こういう序盤の時はね結構センターでの戦いが多かったんで ね、 そうですね、やっぱあそこでしっかり僕から振っていくことができたらね、はい、やっぱ試合運びも有利になるんかなって感じですね。まあ試合自体がなんていうんですかね、はい、まあ、自分との戦いではないんで、はい、まあ、そうですね、相手のことね、そう見て、あ、こういう戦い方っていうことを、はいはい、ちょっと試しながらやってみるともっともっと勝ちやすいんだなと思いましたね。あ、見よる感じはね、見よる感じはね、なんかめっちゃ自分に手一杯って感じの試合やったんで、はいはいはい、見よる感じはね、そういうことですね、なんかフォアが振れんけんどうしようみたいな感じで、なんかずっと思ってるような感じで多分試合してたなっていうのを見よって思ったんで、はい、あそこじゃないんやけどなって思いながらそう見てましたね。別に汚くてもいいんで、はい、バックに高くずっと打ち続けるとか、はいはい、別に振り切ることが全てではないけど、はい、まあ、でも振り切ったはね、まあ、次の試合とかでやっぱ自信につくんでね、はい、まあ、今その練習してるんだったらそれをやってっていうのは大事かと思いますけど、はい、一勝したいですね。最近1回ですね、回もマジで勝ってないですね。ダブルスも負けましたし、シングルスも新居浜から勝ってないですしね、どっかでちょっと勝ってそうですね、自信をつけたいですね一回ね、まあ、あの新居浜大会でやっぱちょっとプレースタイルを一気に変えたっていうところがあるんで、はい、まあ、ちょっとまあなんていうんですか、その打つ打たないの判断がちょっと迷っちゃうとこが何個かあるんで、うん、あれはちょっとね一回、まあ、ぶち壊したいですよね、壁を、はいはい、そうですね、まあ本当にずっと最初のあの新居浜の1回戦から負けてからフラットでこうガンガン打っていくタイプだったんです、変えようと思ったんですけど、うん、やっぱ収まりきらんっていうのと向いてないんですよね結構フラットで打ち続けるのは頂点逃したら終わりですからね。そうなんですよ。なんでちょっとそれをやめて、うん、あのまあ西岡良二さん の、 あの YouTube チャンネルでなんか、うん、あのまあ、海外と戦うならみたいな練習があって、はい、あのこう大体海外の選手とやるときって、うん、西岡選手とかもそうなんですけど、結構後ろの方にこうやっぱあの陣取らされるんですって、ボールが高いんで、あ、はいはいはい、でやっぱどのプロでもやっぱ山なりなんですってボールが、ね、はい、多少はね、そうそうそう、ね、いや、そう多少というかもう全員って言ってましたね。まあ山なりの人たちなんですけど、うん、そう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 、あのその弾道が低い山なりもあるんですけど、やっぱりこう、はい、後ろからダーンって打って、うん、威力あるボールをするっていう練習をやってて、うん、これができたらやっぱ世界に近づくと言ってたんで、うん、まあ結局まあ元のスタイルに戻るんですけど、うん、まあさらにね、もう一個当たりを強くするっていうのが、逆にそのフラットの練習をしたことによってちょっと感覚が分かってきたんですよね、はいはい、ボールを押すっていう感覚ですかね、まあ、うん、たまにいいボール行くんですけどね、やっぱり、はい、ただまあちょっとまだまだ慣れてないところあるんで、まあ、練習練習しかないんですけどね、はい、まあそういうとこですかね、はい、まあその後ろからダーンと打ってもうちょっと威力あるボールを打ってたらね、結構まあ試合展開も良くなりますし、多分僕向きのプレーさえになると思うんで、そうですね、はい、サーブもやっぱ改良してますね最近、そうですね、はい、速度をめっちゃ上げてますね、いい感じになんかなってきましたね、はい、ね、前に戻ってきた感じですね。あ、結局、うん、見寄る感じ、ああやっと戻ったなって感じですね。あ、そうですか。前はひどか、なんか前は良かったんですけど、今っていうか、まあ、はい、ちょっと前までなんか安定を目指すんだとか言いながら、そうですね、なんかようわからんサーブしてましたけど、はい、サーブちょっと遅かったんですよね。僕はずっと、いや、はい、早かったらあっちの方したらええでって言ったんやけど、はい、いやこっちの方がええってずっと言ってて、はい、あ、まあまあそれでいいならいいやと思ってたんですけど、はい、まあ変えたということで、そうですね、やっぱサービスエースが取れるって違いますね。違います、気持ちよさも違いますし、やっぱ試合の中でこう気持ちよさって大事じゃないですか。気持ちよさ、まあメンタリティそうそう、よっしゃっていう一本が、そうですね、サーブであるのはすごい大きいと思うんでね、はい、そうですね、いや、でやっぱりね、サーブが良かったらね、結構サービスゲームがね楽に取れるんですよ。そうですね、ラリーをまあ有利に進められるっていうのがありますし、はい、まああわよくばね、サービスエースも取れたりするんで、まあ、サーブの威力を上げるのは絶対やなと思って、最近はゴリラサーブにしてますね。 100% そうですで僕はだってそんなにサーブの威力出ないですから、はいはいはい、その出せる人は出した方が絶対いいんですよ、はい、出した方がいいですね。フォアハンドとかも出した方がいいんですよ、はい、セカンドも最近振り切るというかね、なんか脱力からの、うん、やつなんですよ、はい、前までなんか下半身とか使おうとか思ってたんですけど、いらないなと。ああ逆 に、 逆に、あの松尾プロってあのゴリラみたいな選手知ってます？あの選手が言ってたんですけど、はい、もうそんないらない、軸一本保ってインパクトだけ集中しろ、はい、でそれでやったんですよ、うん、うまくいきました、はい、うん、
やっぱゴリラ同士やっぱ通じるもんがあるかもしれない。いや、あっちの方が超ゴリラですよ。まあ、ゴリラやけどでも理論だってます、ね。理論だってますね。理論だってっていうか、まあ多分経験でこうした方がいいっていうのを、はい、すごく見つけてすごいプロだなって思います、ね。はい。まあなんでね、結構なんていうんですか、まあそういうのでサーブも改善してて、最近まあちょっとパワーというかしっかり打つというかね、はい、こう自分が得点できる球を増やしますね今。まあね、はい、今回のまあ、まあ、ちょっと反省ですね。反省点は待てず。まあ新居浜から変わらないですねそれは。はい。もう自分で点を取るテニスをもう一回再構築するっていうところで、うん、まあまた、まあ、1回戦負けでしたけど、うん、まあ内容的にはね、まあ僕的にはまあ一歩進めたかなと。サーブもね結構このさあの試合はね、うん、振り切ってやってたんで、はい、まあ結構決まる場面とかも何個かあったりするんで、はい、はい、まあダブルフォルトも多いですけどね、そのまあそれは調整というか、まあ振り切れてないからダブルフォルトするだけなんで、そうですね、はい、それだけなんで、はい、はい、いう感じでね、まあ1回戦負けということで、うん、また次回の大会もね頑張っていきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、それではグッド評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。